セマウル勲章は大韓民国の勲章。1973年1月25日の将軍法改正により制定された。セマウル勲章は将軍法第17条2項により、セマウル運動を通じて国家社会発展に寄与した功績が明確なものへ授与されることが規定されている。セマウル勲章は後等級からなり、各等級の名称は昇君法士高令。 第11条により定められている。セマウル勲章の会には、将軍法第26条2項で規定されるセマウル法章が存在する。セマウル勲章の各等級の衣章は、将軍法士公令第13条により定められている。章と十からなる、正明、エディ章と略樹のセットが基本で、さらに上位に等級の自立章と自助章には副章が沿う。 小色の衣装は、表面中央の六角形の光玉板にあしらわれた、金の図を白く縁取り、そこから赤線が中央を走る六両の光線が伸びた、形状で、正明の章には一体の稲穂の柱がつく。樹は、黄緑地の両端に赤線が入り、努力章から自助章までは細線が一本ずつ増えるが、自立章の大樹は無字となり、その本数で等級が区別される。 正明はそれぞれ、自立賞は、右肩から下げて配用する大受賞次女、共同各賞は喉元に帯びて配用する中受賞勤勉、努力各賞は左胸に配用する、ロゼット付き症受賞である。上位に東急の副賞はいずれも左胸に配用する、正賞である。また、セマウル法賞は勤勉、努力各賞と同じロゼット付き症受賞だが、 金属部品は銀色となり、樹は黄緑地の中央に赤線一本が入る。なお、従来の自立症の女性用症職は男性用より小さい寸法が規定されていたが、2015年12月31日の将軍法仕恒例改正により男性用の寸法に統合された。ありがとうございます。